ここはどこなんでしょうね。この位置はどこ？あ、小屋のある位置です。もうちょっと、まあ、もうこの1回で終わりタイムだからね。今のうちにちょうど、あれ探しておこうかな。来るべき未来にその。キャンプするやつは抜けますね。時間の無駄。キャンプするやつは無効試合だから、試合になってないから、試合をして終わります、僕は。うん。負けても勝っても別に、試合して負けたら別にそれでいいんで。試合をただしたいだけなんで、僕は。キャンプというちょっと論外なを、嵐とゲームを絡んでる暇がないんで。まあ、何者か知らねえけど。かなりの時間の無駄になるんだよ。もうさ、可視化してほしいわ、キラーの。ビート疑惑がある感じの名前とかさ、非公開とかはもう弾きたいんだけど。あと、キャンプ履歴あるやつはもういらないから、もう。プレイヤーじゃないから、もう。ただの嵐だから、俺にとっては。試合、ただの嵐でしょ、だって。俺の貴重な楽しいデッドバイの時間を奪ってんだから。俺はそんなの認めてないって明言してんのに。これボットだったら震え上がるよね。3人がもうボットのとこに行ってるってことかな。これさ、それでよかった。なんでこんなプレイしかしないの？おい、普通のトーテム壊す嵐がいるわ。頭が悪いプレイヤーがいるわ。
通のトーテム壊すやつって本当に頭の中の思考回路どうなってんだろうね。あのさ、ミカエラでやってんだったらもう相当やばいと思うから、普通に考えて、間、メグのどっちかでしょ。ミカエラでやってる人いたら相当やばいと思うからね。もうそんなわけないと思うからね。癒し使ってる人が、だからミカエラじゃないと思うんだけど、普通に考えて。メグでのどっちかでしょ。とんでもねえプレイヤーいるよな。ハンデでしかないよ。一人嵐がチーム内にいるんだよ。普通のトーテム壊す人って嵐だよ。オリジナル回復とか千里眼なんかつけてきてる人ってもう嵐でしかないよ。普通に迷惑かけてもいいっていうのが嵐だから。これもう全プレイヤーが覚えた方がいいよ。全員が視聴者も含めて。オリジナル回復と千里眼は悪なんだって。普通のトーテム壊さなきゃいけないってことは、めぐみのパークの人たちの仕事を奪うんだよ。その人たちが、探さなきゃいけなくなるんだよ。本当に困るんだよ、その行動は。位置のあれか。どっちだよ、まずよ。どっちだよ。お前だったらもう救わねえからな、もう。普通のトーテム壊すやつは嵐だから、もうそんなやつは曲げればいいと思ってから、絶対許さないから。それは徹底的に干すからね。俺、なんかあれあるわ。俺、手当てしないといけねえやつだわ。めんどくさいわ、やっぱりこれ。俺ね、なんかパーク入れ、アドオン入ってるよ。めんどくさいパターン。いや、もう、あれでもうさ、発電機回すやついるんだもん。本当に苛立ちを覚えるわ。で、トーテムであれもつけれねえし、もう。あそこのトーテムとかもないし。トラッパーは早く抜けた方がいいよね、と思ったけど、まあ。でも、発電機回ってるから、あれだけど。アバター草むらとかに入れる、発電機の近くにやってるんだ、こいつ。草むらの、多分。こういうタイプなんだよ。電気なんだよ。草むらの近くの。まあ、発電機が回ってくれればいいか、あっちの奥が。移動する時間かかるから。本当にあっちの奥の人はね、発電機、いやー、あれ、治療してるっぽいなか。しょうがないよね。本当に嵐とゲームするだけでハンデだからね。嵐みたいなのとゲームするともう。
それだけでトーテム壊してんだぜ、もう。どうしろっつんだ、こっち見よう。トーテム壊しては罠に引っかかるわ。で、セルフケアマンでしょ、安定の。頭痛くなってくるわ。トーテムを壊すわ、セルフケアマンだわ。もう、何かいいとこねえの？一つぐらいいいとこないともう無理だろう。一つぐらいいいとこねえと無理だろう。ああ、しょうがねえよな、もう。ここの隠れでもいいけど。普通のトーテム壊すやつが悪いわ、まずよ。嵐とゲームするだけ時間の無駄なんだよな。サバイバーない嵐っていう、もうどうしようもねえプレイヤーがいるから、もう。こういうのに怒んだよ、まともなプレイヤーは。あ、ちょっと、そう思ってたわ。普通のトーテムを壊してるやつが悪なんだよ。嵐なんだよ。人の気持ちを考えない人っていうのが嵐のことなんだよ。チーム内で迷惑かけてることに気がつかないんだったらもう、メンタルが嵐なんだから。うんね、もう安定のもう邪魔でしかない存在のセルフケアマンっていうもう、本当に究極の邪魔者がいるからもう、本当お荷物プレイの連発だと思うわ。セルフケア、渦は。セルフケア撃ってる暇なんかねえだろ、どう考えてもよ。セルフケア撃ってる時間があると思ってる、正気で。ねえだろ、時間的な余裕が。安定の。セルフケアマンってもう安定すぎてやべえよな。俺がヒロちゃんとのあれの力の差だ。こいつは慎重派だからな、意外と。こういうところだと思うよ、ヒロちゃんの凄みって。セルフケアしか打たない人間と、発電機を優先しようとしてる人間で、だからヒロちゃんの5代目の、発電機の回すっていうのを、駅のプレイを何度も人を目撃してるけど、基本に忠実だし、いや、だからもうこっちに来るべきだろ、どう考えてもミカエラが。来ねえんだもんな、もう。ああ。そういうことでしゃがんだのじゃないんだよ。ほとんど重大性理解しないプレイヤーと、ヒロちゃんっていうのの凄みだと思うよ。発電機回さなきゃいけないと思った人間と、能天気な人間の違いだよ。だから回す、あんたが来なきゃいけねえんだよ、本当は。だから結局守り固められるんだって。探すしかねえ。
帰らない人って回さない。回さなきゃダメなんだよ。回してんだろうがね。あそこで回してたらいいんだけど、回してなさそうで震えるわ。本来回して、うん、そう、それでいいの。うん、一般常識で考えて回さなきゃダメよ。そして脱出ゲートまでのもうまっすぐ迷わない、これがヒロちゃん脱出。そして大切なプレイ、もうデッドバインの間違ってるプレイヤーだらけ、それで自分が正しいって生きてるプレイヤーばっかり、脱出するゲームです。もちろん脱出します。救助いりません。脱出は優先です。絶対にこれができるのはヒロちゃん。こういうプレイヤーは勝つんですよ。脱出できる場面で脱出するんだから100勝つでしょ。うん、救助なんて選んでるやつは逆転負けするんだよ。恥ずかしいと思う。負けを選ぶってやつは。ただの自己満。チームのために抜ける。だからヒロちゃんっていうのは心が、澄み渡っていて、デッドバイの女神から微笑む。ヒロちゃんのプレイが一番綺麗。考え方が綺麗。絶対大好きなの。舐めちゃいけないの。これを見て、ね。これを見て、人は、これでも救助行くから。もう奇跡だと思う。何かに異常性を感じないのがおかしい。普通は何かの異常性を感じるから。ゲートを開けなきゃ無理だし。これでも、これでもね、救助行くんだよ、人はなぜか。で、救助行った方がかっこいいになってんだよ。これを見て、ヒロちゃんの凄みって感じなきゃいけない。子供たちは、デッドバイプレイヤーとしてヒロちゃんの憧れるっていう。憧れるってこういう当たり前のことやってんだよ。当たり前をちゃんとやるってことなんで、基本に忠実でしょ。脱出するゲームで手を抜かずに脱出するでしょ。こんな風な夢見て人を助けるとかそんなことやんないでしょ。ギャンブルみたいなことあんまやんないでしょ。ギャンブルを選んでちゃダメなんだよ。負ける可能性があるだから。ノーワンの可能性があるんだけど、ノーワン崩さなきゃダメだったけど、まあいいんじゃない。まあ結果としては抜けれるってことは素晴らしいことだとは思うけどね。うん、当たり前のことを当たり前にするってことですよ。うん、それが大切です、このゲーム。うん、だからヒロちゃんは勝つんです。一番大事なことを、人はね、発電機なんて誰でもできるでしょ。脱出なんか当たり前。